ちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのツイッターで平松さんに聞きたいことがある方っていうふうに募ったらですね、はい、来ました、はい。若い方からも年わかんのか本当。なんとなくほんとリアルで見てたんだなっていう方から、はい、いろんなの来ていたのでちょっとご紹介していきます。達夫さん、ありがとうございます。平松さんが現役時代対戦して苦手だったバッター、また得意だったバッターを教えてください。もう苦手といえばもうそら、王さんが868本ホームラン打ってる、もう百何十人も打ってますけど、その中で最高にホームランを25本打たれたのは非本塁打王ですから。今は廃棄王ですか。廃棄王。あ、そうですか。25、24は、千さんとかエナズが22、3本。まあ、でもそれだけ向かっていってたっていうことですよね。うん、まあそれはいい表現で、優しい表現で言わせていただけるとね。はい、もう王さんも、いや王さんもホームラン非本塁でしたら、いやそれはよく対戦してくれたもん、勝負してくれたもんつって言ってる腹の中では、まあマイボール投げたからな思ってるかもわからんよ。まあでもシュートが通じないからね、王さんの場合はね。で王さんは3球それがありますよね。その3球の中で1球甘かったらバーンと打つだけの力を持ってるんで、いか3球だけも構成っていうのはそんなにたやすいことじゃないんで、不可能に近いぐらいの、ピッチングなんで、なんとか1球甘いボール投げられないかなといったところで、ノーアウト満塁でスリーボールまでしたことあるの。わざとわざと、もう敬遠しますよっていう、うん、これはどうだこの手はどうだと思って、それでもう王さんはこれ敬遠なんで、もう敬遠ってとこ1点 取れるぞと、それからシュートをバーッと投げていくわけ。あ、まあ、1球目はど真ん中でストレートを取るよね。で、今でいう3-1、3ボール1ストレート取って、それからシュートを構成投げるんだけども、これで何回か成功したことあります。あ、こっちからシュートを入れようとは思わなかったですか。その頃のやっぱ考えはなかったね。なかったですね。今だったらあったでしょ。こっちからシュートこう、まあ、バックドアとか。そう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 。その頃はなかったもんね。なかったですね。うん、だからそれは王さんを牛耳るためにいろんなあれ考えましたよ。で昭和45年にボルチモアオリオーズのね、ジム・パーマーってもう2メートル、まあ殿堂入り貼られてますけど、この方が日米野球で来られてね、単独で3年連続ワールドチャンピオンになったオリオーズなんだけど、そのジム・パーマがね、王さんに対してね、それとビャーッと、まあ、それは150何キロぐらいですよ、その後チェンジアップをブワーッと投げるとね、王さんが足上げてね、間に合わないんですよ、間が取れない、タイミングが、これだーと思って、パームをそれから投げ始めるんだけど、あんまり勝ちなかった。平松さん、パーム投げてたから、パーム投げてな、でもそれからなんだから、もうあのね、ジム・パーマーのあの王さんに対するね、見事さはね、いまだに忘れないぐらい。でもなかなか覚えれなくてね、パームなんていうのはね、チェンジアップ系はね。まあでもそれもいろいろ試しましたけど、だからそのぐらい苦労しました。逆に得意としていたバッターだったらしい。まあだから右バッターだよね。右バッターの長嶋さんは、うん、シュートは詰まってくれてね、シュートを狙いにはあんまり来られなかったと思うの。黒江さんは逆に俺苦手だったの。あの人はシュートが来ても無理やりグーンと振るから、バットはバゲーンと折れてるんだけども、セカンドの後ろだとか、そういうあれでね、マシンでのヒットはないんだけど、それ詰まったヒットで嫌なヒットを打たれたっていう記憶があるんで、黒江さんはどうも嫌だったね。ちょっと力抜いてたでしょ、長嶋さんの時より。まあまあ、だから詐欺ったよね。ね大きな声では言えないけれどもということです。でも2月だった、プロレスさんはね。続いて、BB さんです。今の現役選手で一番対戦してみたいバッターは誰ですか？誰だろうね。まあ、内川なんかがバッティングがうまいからね。彼はね、インサイドの打ち方もうまいしね、で外も右中間に打ってくるしね、バッティングのうまさから言うと対戦したいのは内川かもからね。いや、鈴木誠也とか出てくるのかなと思いましたけどね。鈴木誠也は意外に簡単かもから、シュートシュートはね、うん、詰まってくれる。
詰まってくれる。ちょっとギャーッ近づくから。テクニシャンと勝負してみたい。そうそうそう。なるほど。やっぱりあの内川は非常にこの懐が柔らかくてね、柔軟性があるんで、シュートもやはりまあ根っこに詰まってもレフト前とかレフト線に持っていくんじゃないか、まあ、山内さんが学ばられましたけど、山内和弘さん大先輩があの人が広島と阪神にね来られた時に、やっぱりシュート私の前世の時にシュートバットの上に乗っけてね、それでレフト前とかレフト線にパーッと打つのよ。まあ、インサイドうちの天才みたいな方だったんですよね。本当に天才でした。うわあすごい綺麗な打ち方をされるな。本当にあの懐がこう柔らかくてね、まあ、リストもあんまり効かさないでパーンと運ぶような打ち方が内川に似てるような気がする。なるほどね。でもいやうまい打ち方するなって言いながら投げてかっかしてたでしょ。してないよ。いや絶対してるわ。めちゃくちゃかっかしてるわ。冷静だよ。あの屋敷が洗濯を落としたんだよ。もうグラブ叩きてたから、ね、すごい分かりやすいね。今やるピッチャーいないでしょ。昔なんかねもうビビって守ってたんだから平松さんの時は。いやでも後でちゃんとフォローしてくれる人なんだよ、はい、だから気にすんなよと思ってエラーしてもね気にすんなよだからって言ってくれる人なんだけど、やっぱあのマウンドっていうのはやっぱ特別なんでしょうね。人がガラッと変わるもん。あもうね冷たくなる。死んでんじゃないかと思うぐらい。いや本当にいやクールなの。いやそれはあの後輩だから怒ったんじゃないんだけども、先輩でももうすごい態度取ったことあるな。なんかそれは有名なね、有名な話があるんですよ、ね、監督で。はい、あの違う、はい、あの須藤さん、須藤さん、須藤さんは別だ。いや須藤さんに、須藤さんは別。須藤さんあれはあれはプレーの中じゃないんだから、あの函館でねプレーの中ヤクルト戦で中じゃない方がひどいけど、いやそのプレーの方がヤクルト戦でね、はい、確かね1点ぐらい入ってたんでね、だからあの後あの太陽で監督されました江尻さんで早稲田のね、その人をライト守ってて、ライトがカーンとしたちょっと、まあ、ハーフライナーみたいなのがあったら前進されてジャンプしたんだけど抜けたんだ。それをもう怒って、まあ、なぜ怒ったかというと、プロなら取れるだろうという打球だったのよ。だって前進してきてるんですよ、ね、違う前進じゃなくて打った時に普通の守備だよ、はい、守備位置でパーンと打ったら前進守備をして、前進守備って前進してきて前に来たんでしょ。そうそう、はい、それで越えたわけだから、だから当たった瞬間でも分かるじゃない。だからそれをもうこれはもうプロとしては恥ずかしいっていうような気持ちで、あのマウンドの砂をライトの大先輩にブワーッと蹴飛ばしたの。犬はよくやりますけども、犬だね犬じゃねえ、なんかそういう感じですよね。そしたらどうなりました。えそれはエジソンおとなしい人だから別に何もないんだけど、その頃ね毎試合ゲームが終わると更衣室に呼ばれて、コーチが詰まって「あのサイドなんだ」と「あの前格好なんだ」って、もうものすごい怒られたんです、毎試合。そうなんですか。はい、その時に何ておっしゃってたんですか。お前の先輩でお前守ってんのくれてるのに何だあのサイドはって言ったから、いやあれはあのプロとして当然取らなきゃいけない打球ですから怒ったんですよって。で私も例えばあのフォアボール出したりプロらしくないピッチングをしたら、それは周りからあの非難されて怒られて もう当然です、これはプロですからっていう思いはあったんで、その旨は話したんだけど、あんなプレーしたらまあみんなバッターが平野さんで点取ってくれないぞって言うから、それはもう構わんと思ってたんだけど強い、本当に強いですよ、本当に点取ってくれなかったあの当時。そうですね、いろいろ打線が弱いの太陽の。いやでもね、私はプロとしてこれは当然取れるだろう、まあ屋敷の場合はまだルーキーでしたからね、はい、まあ、それのあのあれ、まあ後輩だもあったけども、だから後輩だからまずいプレーして怒るとか、先輩だからもうやらないとかっていうのはね、しませんでしたよ。わけ隔てなかったですもんね。あ、うん、でもあの二軍監督が、まあ、いいんですか、いいんですか、それいいんですか。ヤクルト戦で
あのベンチで扇風機を壊した時はそれ自分に対するあれだったんですか？自分というよりもあのドイヘッドコーチがピッチャーにしてあるまじきその言葉を言ったもんだから、もうガーチェ、どういうことですか？お前毎日毎日何やってんだと怒るだろ。じゃあ例えば大事な時パーンと空振り三振したりしてうわーとなって帰ってきてコーチがお前毎日毎日何スイングしてんのかよって言ったらお前だってキャーッと怒るだろ。怒らん？まあ怒ることにしといた方が丸子さんなんでだよなんでだよあれですよね、 5-1 でリードしていた3回表に4点を奪われて降板した際っていうことなんですよね。そうそうそうだけど叱責それはオールスター前の土井さん先輩ですよね。誰？それはもう大先輩の高校の先輩だし岡山東商業の大先輩ですよ、ね、雲の上の人みたいな感覚ですよね当時は。まだまあそこでマウンドで喧嘩できないからね、うん、それ確かに私ももうその時大事なゲームだったんでオールスター前のそれヤクルト勝てばね A クラスでいけるような大事なゲームだったんだけど、まあ もちろんあのそこで、打たれて失敗したんだけども、あの言葉はないだろうというのはありましたね。いや例えば私がピッチングコーチで同じような平松にお前毎日毎日何やってんだよっていう言葉は、まあ、毎日毎日じゃないですよね。いや、まあ、それはない、いやいや言葉はねだろう、はい、それで頭きたんだよ。そんな言葉はないだろうと思って、まあ、土井さんとはよくその後っていうよりもありますけど、その件に関しては話したことはないけど、はい、あー悔しかったね。で扇風機を壊した。いや結構あるよ、灰皿蹴飛ばしてさ散弾してたとか。誰が？これ誰だと思って。俺が？いや平松さんです。俺はやってない。いや僕ら俺はもう若かったからもうちょっとお前ら片付けてくれちゃう。また平松さんみたいなと被害者か。いや相当豊かはあの被害妄想じゃない。いやそのでもねロッカー入ったらものすごい温厚な人なんだ。普段は優しいですね。普段は優しかった、うんうん、可愛がってくれたし。あそうだったんですね。そうそうそう、でゴルフも連れてってくれたりとかさ、もう本当に可愛がっていただいて。一番可愛かったもんな。だけどこいつはさ、本当にスローイングが良かったら、あれ撮ってんの？ベストナイン。ベストナインは撮った。あ撮った。はい、ベストナイン。ゴールデングラブも撮ってます。あ撮ったのか。じゃあもっと上手かった。もうスローイングが悪かったのよ。だからスローイングは自信あったけど、ストラックアウトでさ結構抜いてるんだけど、ね、でももう大先輩から、まあ、そうよくもう本当グラウンドでキャッチボールゲーム前にね、はい、キャッチボールやったの。私もユニフォームを今日ベンチ入ると言った時には先発じゃないからで、ユタがまあこれからゲーム出る時に俺とキャッチボールしてもうこうやってリスト使って投げるんだっていう練習をずっと覚えてるよな、はあ、一緒にしてくださったの。いや他の選手はないよ。え、ゆうたかさんだけ。ゆうたかだけ。でもこれはまたバッティングが良くてね、あのシートバッティングのまあ紅白戦みたいにあるじゃない、はい、その時だけ芯に当てたらゆうたかだけ。あ、そうだね、うん、インサイドのカキーン。あーこいつはいいバッターになるなと思ってね、はい、何年に入ったんだっけ。80です。80平松さん3年やってますよね。あそうかそうか、80年な、はい、俺が84年に辞めてるからね。もう晩年も晩年だよ。でも200勝の時僕ホームラン打って貢献してるじゃないですか。あホームラン打ったの何回も言ってるじゃん、はあ、西本がホームラン打った先制ホームランですよ。そうだホームラン打ったんですよ。見たことねえよ何本ホームラン打ってんの。88。あそうか。俺200勝の時にホームランホームランアナウンサーでも他では打ってないと。いやいや僕平松さんの時結構打ってました。あやっぱりそこは、うん、いや本当何年レギュラーやってたんだっけ。14年。足は速かったしね。ね、足は速い、バッティング本当に良かった、うん、でまあ技術もいいし口もね、うん、こうやってうまいでしょ、うん、で夜もやんちゃだったっていう。それはもう平松さん譲りだから。だけど本当にねスローイングが良かったらもう天下一品のセカンドになって内野手。スローイングか。まあねまあまあでもありがとうございました本当に。いやすごいね、貴重な話を。いや貴重だよね。はい、もう今聞いておかないと。おい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 お
でもこれ何年なんの YouTube 何年も。もう2年ぐらいです。遅いよね、俺のところ。そうですね、大先輩まず呼ばなきゃ。一番最初に来なきゃ。そうですね、まあでも今がちょうど、まあ、原と同期だからね。あ、そうですよね。そうそうそう、うん、まあこの話はカットしておいてね。いやいや、まああのね、また出てくださいよ。ぜひね、もっといろんな話聞きたいですもんね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。